まあほあのー、どんなテーマをその例えば集中審議テレビ入りで投げかけたいかってことなんですけど、まあ、ありすぎてなかなか絞るのが難しいぐらいですね逆に15分で全てを表現することは難しいですから絞らなきゃいけないってことだと思うんですだって問題しかないじゃないですか私が内閣委員会で取り上げたような事実上の、えー、陽性者であったりとかほ、あのーまあ、他にも。 濃厚接触者これ実情放置ですよねでそこに対して、えー、本当に食料もお金も尽きてしまっているような人たちもいるぐらいですから、支援は届かず、本当に、えー、このままじゃったら餓死するんじゃないかというような様子の中で生活をされていらっしゃる方もいらっしゃる、それのみならず、やはりこの、えー、長引くコロナという状況の中で、えー、まん延防止措置に、えー、かかっていない地域の事業者も首しまってるんですね、これ。要は自分たちは でも、えー、テレビではガンガンコロナのことが宣伝されて、自分たちの地域は感染者、そこまで多くないんだけれども、やっぱり人が出てこない、やっぱりお店にね、お客さん入らないっていう状況で、もう今月いっぱいで倒れるんじゃないかっていうような人たちもいるってことですね、コロナが拡大していない地域においても、経済的に倒れそうなところは非常に多いと、やはりこういった状況の中でやるべきことは何かといったら、徹底した財政出動しかないわけですね、お金回すしかないわけですよ。 しのごの言わず、もちろんその、えー、感染者が多いところに対して手厚くっていうのはもちろんあるんですけども、それ以外の地域に対してもしっかりと、えー、社会を維持できるようにで、場合によっては冬眠できるように、しっかりとお金を回してあげるということは絶対的に必要であると、それだけじゃなくて、お米の価格も下がっててっていうようなところで外食需要も、えー、減ってるっていうような中で、これ、生産者っていうところにも大きく響いてますよね。 ここに対して、やはりその作物という部分に関して国がしっかりと買い取っていくということをやらなきゃいけない。これも食の安全保障上を見ても当たり前のことですね。生産者を守るという立場に立つ。他にももうありすぎて、もう15分ではなかなかまとまらないところを、えー、まとめていくっていうことが仕事なんですけれども。で、大、え、石、ー、的にはもう完璧に15分でまとまりましたという報告を受けてましたから。 <laughs> まあ、その弾出しをできないのはなかなか残念なことですけれども、まあえー、一つ余分に弾はできているわけですから、その弾を打つ機会を待つということになっていくんだろうというふうに思います。